こんにちは、学習塾1945です。今日もやっていきます。必要であれば、こちらのガイダンスを一時停止をして読んでおいてください。よろしくお願いします。ってことで、今日の問題はこちらです。まずは一時停止をして解いてみてください。では、解説をしていきます。今回は、あえて消去法で解いていきますね。まず、A の人及び市民の権利宣言というのは、いわゆるフランス人権宣言のことですよ。 フランス人権宣言と言ったらフランス革命で1789年789の年です。A の宣言は1948年だって言ってますので全然違いますよね。1948年と言ったら世界人権宣言の年です。まあ、1945年まで第二次世界大戦がありましたからね。例えばこの時期はナチスがユダヤ人を虐殺したりとかそういったこともありました。 だから第二次世界大戦の反省で世界人権宣言が出されたって考えてください。で次、今度は B の内容なんですが、ワシントン条約は違うでしょう。ワシントン条約は絶滅危惧の野生生物の国際取引規制条約です。まあ、とにかく絶滅の恐れがある野生生物を何とか保護しようって条約ですよ。ちなみになんですが、これとよくセットで出てくるのがラムサール条約ですね。 ラムサールは水鳥とか水鳥が住む湿地を保護する条約です。で、区別の仕方なんですが、わしは水鳥ではないと抑さえておきましょう。なんかわしって山奥にいるイメージはあると思うんですが、水辺にいるイメージってないですよね。だからわしは水鳥ではありません。逆に言えば水鳥はわし、ワシントンではないので、ラムサールになるわけですよ。まあ、それはそれとして、とにかくワシントン条約と B の内容は全然噛み合いません。 ってことで B には国際人権規約を入れてください。世界人権宣言はあくまでも宣言なので極端に言っちゃえば言っただけです。だから法的拘束力はありません。そこでこの法的拘束力を持たせるために国際人権規約ができたんですよ。ここにも書いてある通り国際人権規約には A 規約と B 規約と選択規定書があります。 A 規約は社会権的なもの、B 規約は自由権的なものってことも軽く押さえておいてください。世界人権宣言と国際人権規約が正しい組み合わせになるので正解は4番でした。ということで今回は以上です。今後も公認の過去問解説をアップしますのでそれを見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。あとコメント欄に今回押さえた用語だけでも書いてくれればそれだけでもあなたの勉強になりますのでぜひやってみましょう。